はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、先日ですね、リミットレギュレーションが発表されまして、残機ダイヤ君が制限カード行きすることが決定をしてしまいました。まあ残機サーキュラーと見間違えた説っていうのがね、にわかに囁かれているんですけども、見た目が似てるからね、サーキュラーと間違えてダイヤが規制されたとか言われてるんですけども、遊戯王界隈ではね、ダイヤが規制されたことによって結構影響でかいです、残機。残機ダイヤって、これね、すびきめっちゃ強かったんですよ。あと、後続、3ターン目以降の、手数になったっていうのもあって、これね、1番になったことによって結構影響がでかくて、割と誘発をそのケアしながら展開することが割としづらくなった。素引きしてると、ダイヤ入りの、ダランベルシアンとかを、横に置きながら展開続けられるとかあったので、エクシスアイになってるとね、何でもここが一回無効にできるっていう方があるんで、ダイヤくん。なんで、これを素引きしなくなったことによって誘発貫通力がちょっと、減ったり、それから、除外された時ですね、ダイヤが。例えば、ビーステッドとか、DD クローとかっていう、墓地メタのカードで除外された時に、その期間化させる方法が基本ではないので、メインギミック内で、残機は。なので、1話になった影響は、そこそこでかいんですけども、ただ、結局なんですけど、先行の、盤面を作るとき、理想盤面を作るときは、あんま関係ないんですよ。正直、1枚でも。なんか1枚でも、別に回るっちゃ回るんですよね、残機って。まあもちろん、2枚3枚、積んでる方もいらっしゃると思うんで分かるんですけど、それは普通に強いんですけど、2枚3枚あった方が。強いんですけど、1枚でも回らんことはないということで、今回はその新制限後の、残機をちょっと一応作ってきましたというところで、これ普通に使ってみたんですけども、別に強いです、別に。別に強い。だからランクマとかで遊ぶ分には余裕で勝てると思う。ただ、明確に残機ってきつい、そのギミックがね、ビーステッドなんだよね。結局、こいつらで、そのダイヤとかシグマとか除外されて、展開が止まったり、除外状が、弱くなったりするから、だからここは、明確に弱い部分なんですけども、カオステリトリーとかも規制されるんですよ。新制限で。カオステリトリーとかクイックリボルブとか。だからドラゴンリンクももしかしたらちょっと減るかもしれないんですよね。だからそういう意味では、別に弱くはなってないかなみたいなところもあって、ちょっとここは環境的にどうなるかわからないですね。はい。ただ、ギミックは死んでないんで、普通に強いというところで、今回は、新玉と、それから先玉を入れてまして、なんでかっていうと、ランク4、ダランベルシアンイコールサーキュラーになるんですね。だから、別にランク4出ればサーキュラーにアクセスができて、で、サーキュラー、が出力できるのであれば別にサイバース展開っていうのは余裕なんですよ。はい。今回ちょっとナブラ入れてるんですけども、ナブラ入れなくてももはやネオテンペストで落とせば超怪獣は打てますからね。はい。一応今回入れてますけども、ナブラ入れる と、ネオテンペストの墓地を送る方の効果を残機じゃなくて普通にディセーブルームとかに回せるんで結構強いんで、なんで今回は、ナブラも入れている感じになってますね。で、ランク4イコール、ダランベルシアンっていうのと、あと、マイニングがね、今回ね、純制限に、なるんですけども、これもともと弱かったんですよね、このカード。なんでかっていうと、手札を一枚墓地送ったはずなんで、普通にユララとかめっちゃ食らうし、あと、ドローランドロックバードとかめっちゃ重いし、手札一枚捨てるしね。結局ね、スモールワールドは強いです。これ後払いなんで、カードが。手札のモンスター相手見せて、で、除外するのは後からじゃないですか。だから、裏打たれても一応11交換なんでね。だから、スモールワールドは、依然として僕は強いと思っていて、これなんでかっていうと、サーキュラー持ってくるのももちろんできるんですけど、例えば、相手が増人持ってそうだってなったら、裏ら持ってくることもできるし、あと、相手が、ピュアリだったら怪獣持ってくることもできるし、手数になる。例えば、アディオンとかサブトラを持ってくるとか、あとダイヤ持ってくるとかもできるしね。だから、スモールワールドって、イコール何でもアクセスできるカードだから、わらしも持ってくるし。これね、ビーステッドが多い場合は、わらし持ってくるとかできるから、言うてね、これ、汎用サーチューダーなんですよね。だから、これは強いと思っていて、かぶったら弱いから2枚にしてんだけど、一応2枚ぐらい積んで、あとはランク4、成立を目指していくみたいな感じですね。ちょっとドットスケーパーとか入れると、結構ネオテンペストプラスヒートソウルみたいになるんだけど、そこまでしなくても別に、勝てるかなと思って、ドットスケーパーは今回は抜きましたけども、誘発の枠も、咲きたかったんでね。ちょっといろいろ、言いたいことはあるんだけど、くっちゃべってると、
多分5時間ぐらいかかっちゃうんで。なんで、早速ね、あの対戦を見ていただきましょう。はい。依然として別に強いです。はい。B ステップだけやめて、デュエル。スタンバイ。くそー。許さんぞ、クラミー。貴様、俺の動画をボツにしやがって。マジで、新たま入れた構築もやろうと思ってたんだけどさ、普通にスモールワールドとかガンズミした、スモールワールドとかあのサイバルトマイニングとかガンズミした、なんもねえの相手、マジ。あのガン積みした構築でやってたんですけども、今取り直しをしておりまして、普通に今あの回してるんですけど、まあ、普通強いですねこれ。はい。ダランベルシアンがそもそも、まあ、普通にランク4でサーキュラ持ってこれるんでなんか問題ないんですよ。ランク4イコールサーキュラなんで、これなんかダイヤ一応制限は、まあ、誘発のそのなんかケアしながら展開とかすべき結構強かったんで、ダイヤがまあ言うてね、まあ、きついはきついです。あとあの普通に B セットで除外されると2枚目がないっていうのが意外と痛い。これ B セットあんな相手、なんか今光ったよな、ちょっと。え、これ裏コードザ・ビーストされるよね、絶対。いや、ここで光るの絶対 B セットしか、うわ、絶対あるわ。やばい、裏コードザ・ビーストくるやん。ちょっとナブラで。で、特殊召喚。で、ね、ナブラはね、なくてもな、ね、別にね、一応ね、残機3枚はね、ネオテンペスト使えばいけるんだけど、あの、ナブラを入れておくと、ナブラで、ダイヤデッキから引っ張ってくることができるんで、一応その、ネオテンペストでディセーブルームを落とす余裕が生まれたりするんでね、あの一応今今回は入ってるんですけど、別になくても回ります、これナブラはなくても回る。あった方がね、ネオテンの効果強くなるんでね、僕はちょっと今入れてみてますね、今のところはね。一応今回だとドットスケーパーとナブラは多分ね、なくても別にそのなんかやりたいことはできるんだよな。まあ、あの、あった方が一応上振れた時に強いなっていう感じなんで、まあ、そこは別になくてもね、正直まあいいっちゃいいです。まあ、とりあえずスプラッシュメイジ君出しまして、そろそろちょっと裏コードザ・ビーストが飛んでくる可能性がある。四季並み、そう、じゃあ四季並みじゃない、ソウリュ、四季並みアスカ・ラングレーの裏コードモード反転、裏コードザ・ビーストが飛んでくる可能性があるんで、ちょっとそれ備えていきたいんですけども、あれ飛んでこねえ、どこで飛んでくるんだろうこれ。これ相手のターンになったら、これ一応サイバレットコンクリクト構えられるからワンチャンあの向こうに行きますけども、大丈夫ですかね。あ、ここで撃ってくんだ、へえ、なるほど。まあどこで撃たれてもまあきついはきついんですけど、普通にダイヤやべえ、もう1枚しか生き残ってないんだよ、よくもさま。マグナムートじゃなくてよかった、でもマジでこれマグナムートだとまたもう一回飛んできるからな、めちゃくちゃきついんだけど、マグナムートじゃなくてまだ良かったと思いましょう。で、これで、リンクディコーダーを使ってトランス、あー、こっちでいい、トランスコードを作るとリンクディコーダーが墓地から蘇ってこれるんで、もう一枚やめてね、さすがに。チェーンが開いてあるかどうかだけ確認したい。あ、なさそう。あ、まあじゃあ1枚だな、多分。B セットは1枚。まあ1枚だったらなんとかなんじゃねえ、このハンドあったら。トランスコードトーカー。まあちなみに B セットは普通にきついです。いつ撃たれても。いつ撃たれても普通にきつい、この敵は。で、スプラッシュメイジからの、まあ、アディオン。ナブラに打ってくれたら結構なんか割となんとかなったかもしれないけど、普通にね。で、ネオテンペストを、スプラッシュメイジ以外のところで出して、はい、まあ、こうやってね、あのなんか引いてるカードによってはまあ割とボンボン貫通していったり展開のによってはねできるんで、まあ、ここディセブルムでいいですね。ここで一応だからその盤面にあのモンスターが出力できない場合は、ドットスケーパー落としてドットスケーパー蘇生してからヒートソウルみたいな動きできるんですよ。まあ、今回ちょっと普通にマイクロコード引いてるんで、ディセーブルも落として魔法トラップ向こうにできる構えをしておいてからのこれヒートソウルという、まあちょっと上振れてる展開ですよね。はい、最強いくぜ、デコのトーカーヒートソウル、そしてデコのトーカーヒートソウルのリンクスターやったマイクロコーダーの効果。ちなみにあの相手の墓地メタがうざすぎてサイバルってコンクリクトを僕はあの入れる派です。でも入れない構築も結構あるんですけどもね、はい、これあった方が僕はちょっと安心して勝てるんで入れてるんですけども、はい、まあ、これで一応まあ超過剰打てますから、一応ダイヤないけど、くっそダイヤないの悲しいな。ヒートソウル効果1枚ドローはしていい、1枚ドロー、わらし遅えよバカ遅いバカ、さっきやったらな、さっきわらしやったらね、このビーステッドサロニールとかいうね、ザ・裏コードを、まあ、無効にできたんですけども、せんだよ、マジで。あー、はい。いいでしょう。ドラゴンリンク、なんかな?マグナムート。これ、同時にないから、普通にこれ、ドロール打っていうな。
ドロールはもう俺サーチしねえし、ちょお前これきついだろ、ドラゴンリンク結構ドロール&ロックバード結構きついと思うぞ。展開するためには結構サーチ入れるからね、あのデッキね。あ、オッケー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 。まあそれとりあえずドロールは通ってくれるらしいわ。でマグナムと効果ディセーブルム、ディセーブルムか、ディセーブルムなんだ。まあでも確かにそうか、ダイヤ巻き込まなかったら別にいいかって感じだから、まあでもわらしで無効にした方がいいか、一応打てるもんは打った方がいいよな。世界一遅い屋敷わらしを発動、クソ打ちたかった、さっき打ちちゃった。でこれで屋敷わらしで相手のマグナムとか無効になって、で出てこれないですよ、出てこれないですよ、ムーブリリース、はあ、あーと、あ、ルベリオン、なるほど、ルベリオン、ルベリオンか、これさ、いやまあでもお金福楽院うっとしいよな、福楽院も楽院の獣もどっちも、これさすがにファイアウォールで無効にしちゃった方がいいんじゃないかな、ファイアウォールとかメレオロジックで。ダークフルドネオテンペスト打ちますか、効果発動して、メレオロジックを墓地に送ることができて、まあちょっと若干タイミング遅いんですけど、こういう起動効果のモンスターには強いですね。メレオロジックアグリゲーターとかいう謎モンスター、これはあの、相手のモンスターの効果を一応対象にとって無効にできるという墓地を買った場合ね、はい。まあこのドラゴンパチメントとかで よく怒られてるカードなんですけども、まあ、ネオテンペストで送ることもできる、なんでかっていうとサイバー接続だから。これさ、メレオロジックみたいなさ、あ、てかディセーブルムのさ、なんかモンスター版みたいなやつ欲しいよな。それやったらさ、ビーステとケアできるんだよ一応自然と。でこれで福楽院は一応置けないので、まあなんか出てきました。あー、はい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 、なるほど。まあでもこれサーチ入んないの結構強いっすね、多分これ、これ多分ね、これね、両方とも効果、まあ、ストライカードラゴンがリンク召喚されます、でストライカーの効果も発動できないし、なんかワイバースターの効果も発動できないというまあ普通に育ってるドローランドロックバウが。ドラゴンリンクってなんて呼んでます皆さん、なんかゴンリンって呼んでる人とドラリンで、あー、ダルク、なるほど、ダルク、なるほど。手札3枚一緒、いやまあ打っていいんじゃない、超会場さすがにビーステッドもうねえだろ。で一応ダイヤ巻き込めないんで効果無効にはついてないんですけど、一応ラブラシアンは出せます。あぶね、これあのたまにあの超会場を自分のね、あのサイバーとコンフィットで無効にしてサレンダーする人いるんでね、ちなみにそれは俺なんですけどあるんで気をつけてくださいね。でラプラシアン爆誕させて、で相手の、手札とフィールドのモンスターを、墓地に送るという効果、あ、まんまらそうだね。あー、トレーサー、はいはいはい、いいよ、今のところいいよ、いい感じのカードを墓地送られた。残り17秒しかないから気をつけて、リュウさん。うわー、参戦の5来たー、ディセーブルム発動。さあディセーブルムで参戦の5も完全に無効無力化していくスタイル、いいぞこれは。いやもう手数出ないだろ、もう1枚マグナムトだろ、でもう手札1枚、いや手札1枚からね、この盤面返せないと思う、あのデッキさすがに。よし、イエス、フォーリンラブドロー、いやこれはいけるな。いやこれ言うて手札強かったらビーステッド打たれてもいけるな、んとか。ちょマグナムトじゃなければね、相手のビーステッドがブラトル、あれいいんすか、 B セット使わなくても。これバトルフレ中ネオテンちゃんがいるとモンスター効果発動できません、まあ無効化されますけど大丈夫です。いやマグナムート使いませんけどあれネオテンペストくんの効果知らないのかな。あれ対戦ありがとうございました、バゴー強い。いやまだこのデッキ十分強いだろ、このデッキなんかあれだな、あの俺みてえなプレイングゴミのデュエリストが使ってもめちゃくちゃ連勝できるから多分デッキが強いよこれ。これね多分ね、あのね、これデッキが強いっす、これね、これいいことだよ。ピュアリースリーピーメモリー、あー、まあでも打つしか、まあガンマ入ってるかもしんないけど、まあ一応打つしかないか、さすがに。言うてうららったらキモい、あ、キモいな、普通にキモいわ。このデッキ多分ね、あのね、デッキが強いっす、普通に、はい、シンプルに。まあちょっと高校若干その手札開発の枚数がまあそんなに多いわけじゃないんで、高校若干ね、あの勝率落ちますけど、先行まあビーステッドなければですけど、ビーステッドとかまあ石図とか
がなければですけど、めちゃくちゃ、まあ、石津はもうなんか最近いないから、まあ、B セットなんだけど、主には B セット DD クロあたりか、 あとわらしあたりが一応あのその超会場の対策団になってるんですけど、まあ、それのなんかその対策してくるようなカード相手のをそのサイバレットコンクリートで無効にできるんで、普通にめちゃくちゃ強いです。はい。でね、下手くそがね、連勝できました、強いですって言ってるデッキって多分一番強いんだよね。これなんでかっていうと、プレイが追いついてないけどデッキが強くて勝ってるから、多分ね、普通のデッキで強いですって言ってるよりも説得力あるでしょ。たくよ、この獣アーマーも動物園帰れよ、マジで。動物園に帰れ。あ、え、あ、マジ？これ未来竜王行かないの？未来竜王行かないんだ。未来竜王に行かないシステムらしいですよ、これ。へえ。なんかあれかな？UR ポイントがなくて作れないのかな？え、じゃあワンチャンか。未来竜王ノワールはちょっとさすがにね、ちょっと厳しいんですけど、さすがに厳しいんですけど、まあそいつだったらワンチャンなんとかなりそうな気がしないでもない。これ多分なんか普通にノワールだと思うんですよね。もうモンスター出てこないんで、まあ、ノワールとリンクリボー出てきたとしてぐらい。はい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 、終わりました。7素材ノワールですね。いや、これワンチャンある。スモアスモアスモア。え、あるでしょこれ。ワンチャンあるでしょこれは。神ドローでしょこれ。1枚ドローだけだね。これ神ドロー来た。これ裏側キモい。これに裏側キモい。普通に通して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 、よし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 。え、キル取れればいいだけど、ダイヤだろ。まあ、とりあえずニビル除外すんだろ。で、まあ、これサンダーザキングさん持ってきまして、でサンダーザキングさんでノワールくんちょっとバイバイさせてもらって、いやこれワンキル取れねえときちいな。ただこれキル取れるかこのハンド。いやでもさすがにパラレルエクシードいたらいけんだろ。はい、まあそれはどうでもいいわ。それ回収はもういい。お前このターンに殺すか。絶対もう絶対殺す。絶対にこっから絶対殺すか。こっから聞いた人、この人何言ってるんだろう、物騒嫌だってなりそうだね。うん、アディオン残機、アディオンをピュアリーの盾を上げながら特殊召喚、そして、残機アディオン1体でリンク召喚。まあ、とりあえずリンクリボー。なんか相手何も誘発なさそうなんで、まあ、2ビルなければいけんだろう。はい、リンクリボーをでパラレルエクシード出していく。 OK、 これでね、多分ね、ランク4してダランベルシアンからサーキュラすればよし。イエス、多分未来竜王は入れた方がいいぜ。よし、最強カードに、隕石来た。アルマゲドン、I don't wanna close my eyes 来た。これはね、完全にブルース・ウィルスですよ。アルテミス、あ、やばい、ちょ特殊化しないやつだ。月から立て、なに、おい、お前クセカード2枚くらいまでにしとけ。おいおい、やりすぎだろ、やりすぎだろ。やばい。これはやばいぞ。四天使ハーベスト爆破、四天使ハーベスト爆破、ブラックホーンサーチ、やばすぎる。いや、カウンタートラップデッキやこれ。うわ、決め1600か。いや、でもカウンタートラップだからね、だからリンクリボー出してもあんまり意味ないんだよね。あ、墓穴の指名者、いや、そうっすね、まあ、とりあえずサイバネットマイニング打ちたいんですけど、なんかあります。ちょっとインディビルとかこれ一生使わないから、こっちらもうこれ一生使わない、多分一生が使うことない。オッケー、あ、これ通る、なるほど。でサーキュラー持ってこうさせてもろって、いやでもカウンタートラップなんだよな、どうせこのデッキ。ちょっとマジで頼む、通してくれ。さあ、ザンサーが通る、そこを通せ通せ、わかれわかれ。ここまで読んでいた、ここまでは読んでいました。通告からのワンドロー、まあでもこれドローはまあよくて、あとは3妨害あったらうち3妨害なんですよね。なんで、まあ、サブトラを君の打点を下げながら特殊召喚したい。特殊、はい、で1体でリンクリングリボー、はい、これ召喚権渡るかな、召喚権というか優先、あー神聖あるわ、あ、ブラックホーンか、ブラックホーンか、ブラックホーンか、ブラックホーン、
いやでもワンチャンまだ手数出るぞ俺。ワンチャンまだ手数出る。ワンチャンまだ手数出るのやばいな。でシグマ特集、あ、過密、オッケーです。オッケー、いいだろう。いいだろう。あと一妨害だな、あって。いや、これ通れ、マジで。これ通れ。残機方程式発動。自分の持ちの残機モンスターを特殊召喚。でもいいか。これでリンク召喚からのダランベルシアンの動きしていけば、いけるはずだ。いけ、残差特殊。通れ、よし、いけるぞ。2500打点が高い。なん、あ、でも月読みあるから投げても意味ないか。頑張れサーキラー。あ、違う違う、リンクデコーダー、リンクデコーダー、さらにパラレクシードの効果発動。なにこれ、なにこれ、わからない、なんだこれ、なんかチェーンしてる、なんだあのカード、やめろ、どうせキモい。じゃねこれ。一応サイバースーゾクマサ2体、いやスプラッシュメイジだな、メイジだな。えこれ、これいったんじゃねこれ。あれ相手のなんかカウンタードラップ全部踏み切ったんじゃないかこれ、これ。あ、まあ最後カウンタードラップじゃなかったけど、えあれこれ俺フランス激キモデッキ成敗の動画撮れるかもしれん、これ激キモデッキ成敗の動画撮れた、これトランスコードで相手5000しかないもんね、ライフなんかわかんねえけど、カウンターはバカみたいに打ってっから来たぞ。おい、いけるぞ。神ゲーですこれ、遊戯王マスターデュエルは神ゲー。アホみてえにカウンターは打たれたけど、なんか3枚くらいカウンターは打たれて無効棒が1回あるけど、まあ、余裕でまくれると、まあ、つまり何が言いたいかというと、このデッキは神デッキということです。死ね、砕けて死ね、バゴーン、ね、うるせえ、黙れ、戻ってる一生デッキにバトルだ、いけ、アクセスインテグレーション、つらこのデッキ最強ってことでよろしくお願いします。